はい、どうも、聖剣伝説の実況プレイ。さあ、じゃあやりますか。なんか鍵を入手したんで、まあ、そこからやってみると。あと、アイテムのショートカットの仕方分かりました。なんか、なんだっけ、リンクコマンド A のショートカットじゃなくて、アイテムのショートカットみたいだね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、メニューを開かないとね。アイテム、鍵じゃなくて、あ、16個までしか持ってないのかな。これでいいと思うんだ。よしよし、入れたね。あ、なんだこれ。旅の男。女がさらわれた。あの館でよく若い娘が行方不明になるっていう噂だ。なんでも地下にはたくさんの棺桶が並んでるそうだ。助けに行くなら俺も手伝うぜ。ここには普通の武器が効かない魔物がいる。そういうやつは俺に任せな。炎の魔法で倒してやるよ。頼もしい。よし。なんか魔導士タイプのくせに魔法が使えないんですよね。あ、ちょっとすげえダメージ受けたんですけど。ちょっと待ってね。アイテムの、あ、こうかな。よしよし、回復した。ショートカットはなんか、こんな風にあるみたい。これか、効かないやつっていうのは。あ、違うか。ちょっと待って。うん。洞窟にはマトックやモーニングスターで壊せる壁があるという。武器で叩けば普通と違う音がする。怪しいところで試してみろ。なるほど。これ倒せたのかな。敵多いな。よし、魔法を使ってくれよ。倒した。これは倒せるだね。あ、やった。マトック手に入るんだ。怪しいところってどんなところなんだろうな。これは、おお、なるほど。これ倒していくか。なるべく倒した経験値入手した方がいいな。てか敵強いですね、このゲームね。なんかぬるゲーじゃないですよ。なんかあのスクウェアソフトの、いや違う、スクウェアエニックスか。アクション RPG ってぬるいって印象だったんですけど、まあこれ昔の印象だよね。最近は違うんですかね。路線が違うんですかね。お、やった。なんだっけ、魔導士タイプでずっと成長してるんですよね。で、これは、あ、こっちか。なるほど。な、ちょっとこれはきついぞ。これはきつい。どうすればいいんですか、これ。待って、ショートカット作り直すか。どうやらなきゃかな。ちょっと待ってね。マトックは使えそうだな。だからこれでいいな。よし。なんかドロップがいっぱいあるから、あ、ちょっと待たすか。使いまくりだけど、こっちでいいかな。あ、ちょっと待って。まあ回復には今困ってないもんな。いい感じですね。セーブどっかにしといた方がいいだろうな。セーブするには、ちょっと待って、こっちか。まあ、こまめにセーブ取っておきましょう。相変わらずこう、ボタン配置を覚えるのがすげえ苦手で操作をつかないんですけど、申し訳ないね。敵が多いから気をつけないとな。十分でも、魔導士タイプでもやっていけますよね。どんな音がするんだろうな。ちょっと音覚えておかないとな。行き止まりか。じゃあこの辺に何があるか。これかな。なんかひび入ってるっぽい。なるほど。こうか。よく見れば鎖鎌やった。ちょっと待って、装備してみようか。鎖鎌はアタック11。あ、すごい。ちょっと待って、
威力上がったのかな。あ、だね、上がってますね。すごいすごい。モーニングスターっていう装備品があるんだね。あと壁にひびがないかどうかちょっと調べていかないとね。とりあえず戻ればいいのかな。ちょっと戻るか。どっかに見落としがあるのかな。ちょっとモーションがあれだな。ゆっくりですね。威力は高そうだからしばらくこれ使っていこう。うわ、ちょっと。よしぞ。なんか戻ってきちゃったけど何もないな。戻ってきても、これか。なんかあるか。いや、何もないな。草を買っても何もない。あ、ちょっと、あ、これ頼んだ。これ枯れないか。これ魔法でないと倒せないでしょ。あ、これか。ちょっと待って、その左だ。なるほど、他にはないかな。一応チェックね。よし、ショートカット便利ですね。あとは何かあるかな。とりあえずそのスライム倒せないんだな。あ、なんか扉がありますね。まあちょっと行ってみるか。鍵穴が合わないか。あ、ちょっと危ない。あと4つか。消費大きいな。まあいいか。まあケアルもあるし、使い切っちゃってもいいですかね。なかなか難しいゲームっぽいな。でもそういうの燃えますよ。アクションゲームね、苦手なんですけど。でも燃えますね。ぬるゲーやるよりかは全然いいですね。鍵穴が合わないって書いてありましたけど、あれは鍵を使ってないからかな。ちょっと待て、スライムの位置が嫌だな。ちょっと使ってみるか。待って、装備。わっ、あ、なんだ、普通にいけるじゃないか。わっ、なるほど、全方位に攻撃できるのがこの鎖鎌は。なかなか難しい剣ですよ。剣合ってるか。あ、やった、鉄の盾、ありがたい。上がるかな。どこに書いてあるんだろう。ブロンズの盾上がったのかな。オーグリーン見えないですね。そう、上がってないのかな。まあいいか。まあ強くなってるんだろう。ちょっとあの右の宝箱だから、右の部屋開けられそうだからちょっと戻ろう。防具が強くなってんのか弱くなってんのかちょっとはっきり見たいですけどね。わっ、ちょっと待って。お、やった。
こんなに頻繁にレベル上がるってことは魔法で回復してった方がいいか。扉こっちか。うん、そこ開けたいね。その骸骨なんとかして。よし。あ、なんだここか。なんだ、同じところじゃないかこれ。なんか動かすのか。これ動かすってことか。ちょっと待ってよ。右の部屋って何もなかったのかな。ちゃんと調べて。じゃ左か。左何もないのか、ちゃんと。あれ消えちゃったぞ。まあいいか。まあいいや。あ、今のなんだ。ここは何ですかね。いや何もないのかな。ちょっと戻るか。すごい量だ。よし。この武器はやっぱ正面の発生が早いか、正面を向いて攻撃するべきか。こっちは行ってないよね多分ね。うん、行ってないな。これはマトックで壊せる。あとは左行けない。じゃあ右だ。ここはどうなってるんだ。これ発生遅いな。もっとなんか素早く攻撃できるいい感じの武器欲しいですね。あ、ちょっと。これはこれ壊してみるか。やっぱり。なるほどな。あ、なるほど、こういうことか。わかりました。なんだ、こんな風になってんだね。こんなことできんだね。これ行き止まりかと思ってました。わっと。いけるかな。よしよし。まあとりあえず先進めそうだな。よかった。ここは、あ、敵じゃなかった、味方だった。うわ、ちょっとスライム。これ倒せないんだもんな。うわ、ちょっと。魔法バンバン打ってほしいね。魔法打って打って。ちょっと待った。アイテム。鍵は。いや、あれ？ちょっと待ってよ。鍵ないじゃん。まあ、買いに戻らないといけないか。銀のかけたら無理だもんな。ちくしょう。ああ、なんとか戻ってきた。この先行けなかったんですね。収録時間すげえことになってますけど。戻ってくるの大変でした。これは、なんだこれ。これどうすればいいんだろうな。これ右から左にしか行けないのかな。
行けるマスがあるのかな。あ、行けるマスあったけど、これ邪魔邪魔、これ倒せないし、これそれ倒してほしいな。ちょっと倒してくるまで待つか。邪魔すぎる、あれクソ穴。あれ、あ、こうか。なるほど、購入すればいいんだね。それで、あ、これか。よーし、ようやく先に進めるぞ。ちょっとセーブ取っておきますか。なんか状態上の毒がかなり厄介だってこと分かりましたね。途中で一回倒されました、毒で。だから回復アイテム常備してた方がいいですね。ここはあ、ボスか。さて、ちょっとすごいダメージだな。とりあえず回復しよう。こんな感じでちょっとダメージ受けますね。遠いな、そっからだとダメだね。これ時間かかりそう。あ、なんかそこの赤間同士ダウンしちゃった。しかも攻撃してくれないし、ちょっとヒットアンダーウェイでやった方がいいかな。まあ、ちょっと待って、回復には余裕があるからね。魔導士タイプですからなんか魔法打てるようになりたいな。ダメージ当ててるかな。これ数字でダメージ見えないとちゃんとダメージ通ってるのか心配になりますけど。弾速遅いなこれ。あ、かき消せる、もしかしてこれ剣の攻撃で。あ、ちょっと待って、危ないか。一応回復しておくかな。もう一発我慢してみるか。回復回復。さあ来い。これ戦士系で鍛えてたらやっぱ楽勝だったりするのかな。ゲージのたまり速くなってますね。そんなに貯めるのは優秀なのかもしれない。弾速遅い。どうかな、連打連打。あ、よしよし、いけましたいけました。ヒドラ、なるほど、倒したぞ。お、しかも2つもやった。ファイアの章、これは嬉しい。月の鏡、それはあの澄ました執事に突きつればきっと正体はバラつで。じゃあ俺はここで失礼するとうまくやんないわ。またなんか出てくるのかな。魔法、魔法装備してみるか。 MP 消費1か。なるほど、ってことは21発しか使えないんだね最大で。
よしよし、じゃあ今回はこれで終わりにしようかな。じゃあ次回その執事倒していきますか。というわけでご視聴ありがとうございました。